なんで当てたの？いやまあね、あの10年ぐらい当ててるんですよ。いやなんで当てんの？憧れの人がね、当ててたんで。憧れてんの？そうなんですよ。はい、そうなんや、はい、ありがとうございます、はい。あとはもう僕がしゃくれるだけって。なんだけ憧れんの？どんだけ憧れんねんの？はい、いやいやいや、もうしゃくれは俺だけでいいからね。いやね、あのこの間ね、ちょっと腹立つことありまして。腹立つこと、公衆便所行って、もう漏れそうやったんですよ、僕。あるな。で、バー行ったら、もう閉まってんねんな。で、10分ぐらい出てけ。はいはいはい、腹立つやん。でも、まあ、待ってて、で、あ漏れそう漏れそうってなったら出てきて、で、あよかったと思って、バー入ったら、流して。うわ、最悪や。最悪や。最悪やな、それは。でも、なんとか間に合ってんけど。あ間に合った。そうや。間に合ったら許したれや。いや、許すでも腹立つやん、それって。でも間に合ったよ、それは水に流したりや、トイレだけにね。まあまあ、トイレやってんけどな、何トイレだけにって言ったよ。トイレ水に流せやろ、その話も水に流したりや、言うやつやんけ。おー、うまっ。知らんの、これ。え、うまっ。え、すごいよ、お前。別にうまないのよ。え、すごい。え、すぐ思いついた、今。いや、これ結構みんな知ってるやつやな。マジか。え、わかりました、今。水に流して。恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい。話も水に流して。恥ずかしい、恥ずかしい、それ言われた。相方っすよ。相方っすよ。やっぱすごいな、お前。恥ずかしいかって。知らんねや、これ。いや、すごいね。いや、俺も腹立つことあんのよ。あ、そうなの。あのな、改札でも引っかかってんのに、何回も赤いとこにこう、スイカを連打するやつ、おるやろ。あれ、めちゃくちゃ腹立つねや。まあ、でもそこは水に流したりや。改札だけにかかってないな。かかってへんな、それ。え、かかってない。かかってないよ。だって改札と水全然かけないからね。ああ、いや、かかるかな思ってんけどな。かかるかな。かかるかな。かかなかった、今。かけに行かなかんやつやから。かかりそうやってんけど。かかりそうとかそうやから。そうとかもないけど、かけに行かなあかんから。あ、そう。あと腹立つかな、ATM や。ATM あるよ。 ATM で何回も振り込みする人。おー、あれな、2回までって決まったね。2回になったら後ろ行かなあかんのに、5回もろったりする。あれ腹立つね。まあ、そこは水に流そうや。 ATM だけにかかってへんよ。なんやねん、それ。かける気ある？かける気はあるよ。あんの？かける気あるよ。俺言いながらかかれよ思ってんねんから。そういうもんじゃん。で、かかれよと。魔法みたいなもんちゃうから、それ。それぐらい気持ち乗せて言ってるよ。たまたまかかるもんじゃないのよ、それは。いや、でもお前たまたまかかってたで、さっき。トイレ水に流すとお前かかってたやん。いや、あれたまたまちゃうね。ちゃんと考えてやっとんね。いや、お前さ、なんか一回かかったからって、かかってないやつにそんなん言うの違うと思うねえ。いやいや、かかってないやつの気持ち仕方ないやつ。自分のな、頭から引き出さなあかんねん、それ。いやいや、引き出そうとしてやってるよ。ATM だけにね。いや、かかってやん。かかってるやん。かかってるやん、ATM 引き出すやん。頭からも引き出せ、引き出せ、あ、かかってるやん。すごいな、お前。俺はちゃんと。マジか。あ、そういうことね。そういうやつや。今の俺が言ったことにしていい？なんで？いや、それは、それは、な、別にええけど。今わかりました。今僕が言った、あの、頭から引き出すと ATM から引き出す。恥ずかしないの？嬉しいじゃん。なるほどね。でもな、こうやってな、どんどんこうやって腹立つ腹立つって言ってるけど、これ腹立つのもな、こう、おっさんになったからよ。ああ、子供の時やって、こう、夢中になるものとかあったやろ。そういうので、ムカつくのがなくなっとったやろな。だから、だ、夢中になる。夢中になるもあって、あの、ビートマニアってみんな知ってるから。あのね、こうね、DJ のね、あ、DJ のやつ上がったね。あれ、夢中やったから、俺 DJ だろう思ってたんや。ブスだけに。悪口やな。ただの悪口やな。ブスやから。いや、ブスやからね、かかるわけじゃないから。気悪いんやろ。いや、かかるかもしれへんやろ。かかるかもしれへんで、やるもんちゃう言ってたやろ。ちゃんとかかると思ってやらなあかんやろ。いや、ブスがな、こう DJ ブースの中でこんなマジ、ブスとブスやん。かかとんかよ。ブスとブスやん。たまたまや、それは。かかったやろ。お前がかけに行こうと思ってブスやったらやろ。今たまたまかかっただけやろ。いや、でもモテたんじゃん、DJ とかやってたら。いや、モテへんねや、モテへん。その当時な、よう行ってた喫茶店あってんけどな、そこに可愛い女の子が入ってきて、だから俺、コースターで告白したやん。すごいな。ほな、振られてな。そのコースターでコーヒー出してきたもん。最悪やろ。ああ、そうなんだ。めちゃくちゃやで。苦い思い出やな。苦い思い出やで。コーヒーだけに。うまいな。出してきたコーヒーの苦さと、思い出の苦さかけてんねやろ。そうそうそう、たまたま。そう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 、たまたまやった。そうそうそう、わかりました。今苦さめちゃ売れそうやね。わかった、わかったけど、鋭いな、お前。鋭いな、じゃあお前が鈍すぎてんけどな。そうか。そうそうそう、俺な、そっからな、もう
喫茶でも行きにくいわけ。行かれへんねや。行かねえよ、この女の子振られてんねんから。もうそう、お酒真っ暗やな。お酒真っ暗やで、コーヒーだけにな。うまいな、だから。コーヒーのブラックとお酒真っ暗かけてんねん。かけてます。おう、これはうまいやん。いやでもさ、そういう、振った女の子探し出して俺芝居だろか。なんでそんなことすんねん、お前。いや、そう、相方振ったら腹立つねん。芝居よ、俺。やめろって、そんなこと。ブラックジョークや。ブラックジョークかい。コーヒーだけに。もうしつこいな。そんな来られたらもうしつこいね。もうお腹いっぱい。そんな何個もコーヒーでパンパンパンって来られて、うっとうしいだけやから。やめて、それ。いや、でも結構うまなってきた。まあ、でもうまなってきたんじゃん。こうやってね、人って上達していくんですよ。はいはいはい。うん、舞台上だけに。だから、うまくなっていくやんか。舞台上だけに。かかってないか。かかってへんのかい。どうもありがとうございました。